皆さんこんにちは、ハングリーガイです。以前ハングリーガイチャンネルのコミュニティ投稿で告知はしたんですが、先日ハングリーガイが制作したトリニティノバという楽曲が忍者、斬撃、音ゲー、爽快、スマホで遊べる新感覚和風リズムゲーム忍びスラッシュあやかしの方に収録していただきました。めでたい、本当にめでたい。今回自分の楽曲が収録されるに至った経緯ですが、この忍びスラッシュあやかしを開発しているドロッセルスタジオさん、2023年の10月29日から2024年の1月7日にかけて忍びスラッシュあやかしの楽曲公募イベントを行っていました。和風だとかオリエンタルっていうのをテーマとした楽曲を募集していて、この楽曲公募イベントに自分もトリニティノバという和風でメタルな楽曲を応募したんですが、その結果なんと審査員特別賞をいただき楽曲収録していただけることになりました。この度は本当にありがとうございます。媚びていくスタイル。まあそんなわけで初めてこういった音楽ゲームの楽曲公募で採用いただいてね、つい先日実際にアップデートでゲームに実装されたということで、今回の動画では実際にこの忍びスラッシュでハングリーガイ自身の楽曲をプレイしていきたいと思います。私ハングリーガイ、もともとなかなかな音楽ゲームのヘビーユーザーでして、ドラムマニアやギターフリークスではニジネームだったり、ダンスダンスレボリューションはダブルプレイの回転だったりと、まあ一般ユーザーと比較したら確実に音ゲーの上手い男です。音ゲー界隈の言葉で作曲者が自分の楽曲をプレイしてクリアしちゃう現象のことを自給自足ゴリラなんて呼んでたりしますから、今回私も自給自足ゴリラを目指してプレイしていきたいと思います。じゃあそういうわけで忍びスラッシュの遊び方確認していきましょう。忍びスラッシュは5種類のノーツをタイミングよく取得して高得点を目指すゲームです。とノーマルノーツ、これはもう音ゲーあるあるだよね。もう来たものをそのまま押すと、まあ多分ノーツの基本はこれなんでしょうね。改ざん、ロングノーツ、これは長押しって言われるやつだね。スライドノーツ、これも長押しの一種だね。ただ長押ししたまま左右に動かすってのがポイントかな。フリックノーツ、これが結構独特かもしれんね。このノーツを沿って切るというよりは真ん中にあるこの2本の青い線をまたげば判定みたいな感じだね。だから連打したらシコシコする感じだね。シコシコするっていう表現あんまりよろしくないかな。そして5つ目がスラッシュノーツ、画面中央大きくフリック、大パンだね。大パンではないか。で曲に合わせていろんなノーツが来るからちゃんとうまいこと叩いてねっていうゲームだね。うん、間違いなく音楽ゲームだね。でクリア条件は右上のライフがなくならなければ OK ということで、慣れたらいろいろな曲に挑戦してみましょう。多分他の曲でいうフルコンというかエクセというか、それを完全改ざんと表現するんだ。完全改ざんでいいのか読み方、間違ってたらごめん。というわけで忍びスラッシュの遊び方の予習が完了しましたので、実際にプレイやっていきましょう。はい、忍びスラッシュ起動しました。さっきまでちょっといろいろやってたんだけどね、なんか撮影がうまくいかなかったりして、で初見プレイじゃなくなっちゃうんだけど、まあ実際に作曲者が自分の曲をプレイしたらどうなるかっていうのを見せていこうかなと思います。というわけでタップトゥースタート。ログインが完了しました。そう、さっきアカウント登録とかしてたんよね。トップのやつからとりあえず演奏を選びますと。そしてたくさん曲が収録されてる中で自分の曲を探す。いろいろと解禁しないとできない曲とかもあるんだけど、ここにほらあるぜ、トリニティノバ、ハングリー林の楽曲。ほんとさっきプレイしちゃったからね、もう全部の難易度一通りね、一個ずつクリアついちゃってるんだけどね。ただもう先に言っておくと、この14はクリアするまで結構時間かかりました。なんでいきなり14をお見せしてもちょっとごっちゃごっちゃすると思うのでね、まずはこの真ん中の難易度レベル8の方から遊んでみたいと思います。じゃあレッツゴー。さあもう練習済みだからうまくやってあげないと怒られちゃうよね。はい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 、ちゃっちゃ、はいはいはい、ちゃっちゃ、てっ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 て、はいはいはい、ちゃっちゃ、ぺーぺーぺー。嬉しい、自分の曲がゲームでできるぜ、みんな。はい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 、てー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 、へい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 。なんかちょっと、コンボ切れてる。判定ちゃんと取るの難しいんだ、これ。はい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 。こういうの取り方すげえむずいんだけど。これでいいのかな、取り方。はい、トゥ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 。ワン、ツー、スリー、フォー、トゥ、あ、な、そう。これね、自分のスマホのね、スペックが悪いのか知らんけどね、ちょっと音ずれしてるよね。だからちょっと誰か、いいスマホ持ってたら貸してほしい。
デデデデヘイヘイ、楽しい音楽ゲームがここにあるぜ。ドロッセルスタジオさんの忍びスラッシュって言うんだけどさ、みんなもやってみない？はいはいはい。いい感じ。えいへいへいへい、シャキ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 。今俺何をした？今スマホがガタンって動いたのため。プレイ続行。うおグダグダ。はいはい。はい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 、大パン！てけてん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 。いいでしょう。なんか俺まともに音楽ゲームの撮影できんのか。はい、というわけで任務完了。さすがにね、真ん中のレベル8の難易度だったらね、やっぱり自分音楽ゲームそこそこの経験者ですから、これはなかなかミスりませんよ。というわけで次戻りますと。で、皆さんみたいなレベル8じゃないと思うんですよ。一番上なんですよ。そう、レベル14。音ゲー大好きマンたるもの、やっぱり上の難易度クリアしてなんぼっていうことで、私ハングリーガイが音ゲーのできる作曲者としてどれくらい強いのか見せていきたいと思いますので、それじゃあレベル14レッツゴー。まあ実はさっきだいぶ失敗したんだけどね。さあ行くぜ。はい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 、せっけ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 、たんたかたんたんたん、はい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 。だいぶ慣れてるからもう、これの取り方わからん。やばくない？いい感じ。おいおいおい、いいって休憩タイム。はい、休憩タイムでミスしてどうすんの私。でで、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 はい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 、これ押せてるか。やば、押せない。でかた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 。ドカ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 、へえ、ドカ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 、大パン、はいはい、ドカダンドカダン、もうこっからウィニングランじゃない？大パン、はい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 、大パン、はい、ダダダンダンダン、へえ、クリア、オッケー。今動画撮り始めてから一発でクリアしたけど、初めてクリアするには正直10回近くかかった。だいぶ失敗した。まあ、しかし任務完了、コンプリートってことでやったぜ。ちょっと、オリックスの株価とか出てこなくていいから。というわけで無事に上のレベル14クリアです。音ゲーが好きな作曲者は自分の曲をクリアができる。そんなわけで忍びスラッシュでハングリーガイの楽曲トリニティノバをプレイしてみました。まあ一応ね、私ハングリーガイ音ゲー大好きマンですから、まあ上の難易度はクリアっていきましたけど、まあスコア正直、音ゲー慣れてる身としてはスコア正直これだとまだまだイマイチな感じがするので、なかなか自給自足ゴリラとはちょっとおこがましくて言えないんですが、まあ無事ちゃんと一番上までクリアできてよかったかなと思います。まあ、今回は収録された自分の楽曲をやってみたいってことでプレイしましたが、まだまだ他にもいろいろな曲があるので、まあちょっとでもこのゲーム面白そうだなと思った方はぜひダウンロードして遊んでみてください。みんなもハングリーガイのトリニティの場に挑戦してくれ。
はい、いかがでしたでしょうか。以上が忍びスラッシュ収録のトリニティノバの作曲者によるプレイ動画でした。いやー、騒がしいプレイになったね。本当はヘビーな音ゲーユーザーとしてもうちょい上手なプレイを見せたかったんだけど、やっぱり自分スマホの音ゲーの経験値が低いのと、そもそもスマホのスペックが足りてないとか、そういったところでちょっとお見苦しいところは見せてしまったかもしれませんが、こちらの忍びスラッシュ大変面白いゲームでございました。しかもこの忍びスラッシュあやかし基本無料のゲームとなっております。もしこの動画をご覧になった方で興味を持ちましたら、ぜひダウンロードしてプレイしてみてはいかがでしょうか。忍びスラッシュあやかしの公式ホームページも概要欄に載せておきたいと思いますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。そして忍びスラッシュあやかしを開発したドロステルスタジオさん、ぜひまた楽曲収録依頼お待ちしております。これはハングリーガイからの愛のラブコールです。ズブズブでいきましょう。私待ってますからね。はい、そんなわけで今回の動画は以上となります。今回の動画が面白かったよという方は、ぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。そういえば今回収録いただいたハングリーガイの楽曲トリニティノバですが、譜面制作をしていただいた方がトリニティノバを一押し曲って言っていただいてて、あんまり嬉しくて褒めても一物くらいしか出ないぞっていうツイートしたら、めっちゃ困惑させて困らせてしまいました。大変申し訳ございませんでした。お詫びといってはなんですが、忍びスラッシュでハングリーガイ楽曲限定イベントでもやりませんか。ご依頼待ってます。ズブズブでいきます。チャンネル登録してくれ、高評価もしてくれ。